頑張る。まあこれ演出的には弱いんですけど、ヤンキャンプが必ず出番っていうところですね。これも、もう伸びからね、キャンキャンプ復活も一応ありますからね。ダメでした。ごめんなさい。キャンキャンプレートもね、お次は必ず守ってください。もう一回土下座すればいいんですよね。やっぱり演出自体があんまり強くないんで、そこまで期待できないんですよね。あまあただ押し込まれが結構できるんで、内心的にはかなりいいモードいい状態にいると考えても普通ですね。押し順ナビ間違えちゃった。反応するのが承認。お、リコちゃん、そろそろ当ててくれないと。今日、封鎖祭2月15日、はい、午後つく日ということで、お客さん、稼働率がもうすごく高いと。はい、で今日、一緒に来てるマリコさん、なんと犬で解釈もしてますよ。飼い慣らしてますね。うん、犬飼い慣らしてた。はい、ライブ的に広角に上がってる可能性大いにあるんで、はい、ここで押し寄波のチャンスリプレーを引くと、そして当選させると、ちょっと私も金太郎と仲良しになりたいです。うん、早くなってね。うん、あ、チャンスですよ。仕事、俺もね、マイゲームこのキャンプリプレイで毎年として行ってるんで継続。あー、ここもね、土下座、キャンタクの土下座まで行かないとなかなか当たんない。ただこれだけでめちゃくちゃキャンプリプレイ見てるんで、もうそろそろ解除していいんじゃないかと。連続でしたね。やっぱ演出はこれ弱いですね。まあ、この辺でキャンタクが絡まないとほぼほぼ当たんない。おめでとう。バレた。よかった。ダメ。ですよ。投資21件569ゲーム。はい。ちなみにこれチャンスリプレイが当たったんですけど、金太郎が大事でここからレバーを押して、はい、右がつけばボーナス、左がつけば金太郎ちゃん、左がついた方が、まあ、よりとチャンスですよね。じゃあどうぞ。はい、いけます。あー、ボーナス。まあ、ただボーナスもボーナス中に銀太郎ちゃんと抽選を行ってるんで、まあ、それもボーナス中にチャンスにプレーを引いて演技を止めると。はい、えみこちゃん立ち上がり遅かったんですけど、ブッサー本日は2月15日、はい、スロットお客さんいっぱいで、お結構ね、立ち上がりも早いんですよね。そうなんですよ。先生判別しやすいバケリスで、まあ、杖も水田もこちらのお店は設置されてるんで、まあ、朝一どちらからお客さんいっぱいなんですけど、やっぱりね、どこの機種も1店舗、はい、この機種も1回は今のほぼほぼほぼアポも使ってる状態なんでね、リコちゃんもそこに追いつけるように。追いつきます。いきます。でもそこそこでもチャンスリプレー、これ金太郎のかっこいいなんですけど、そうはまあ平均と。お、私以外のお客さんは結構当たってるんですよ。私が遅かった、行けてなかったって。あ、紫キャンタンク右に行きます。紫キャンタンク、お、右行きました。これは簡単試合ではありますよ。これは上から3番目、あ、上はスローの、なんかスローやすい。あ、おめでとう。金太郎チャンスゲットしました。で、さらに金太郎、はい、ここからもう一回殺したといえばゲット数の上の動けなんで、ここでいかにゲット数を取るか。はい、
はい。ちなみにトータルこれ120枚じゃないですか。はい。これ金色。はい。相手のチャンスが濃厚っていう演出で、ちなみにここが洋柄で、ね、AT が当たってなかったら設定56確定とかの演出もあるんでね。おー。じゃあ金色のチャンス消化していきましょう。いきます。ステージアップチャレンジ。ちなみに金色のチャンス、はい、やった。これ一番すごいフリーズよ。すごい。
と住めない。これは、まあ、強キャッチの時に売り探せするんですけど、青棚確定、しかも青棚ビッグボナシ 90% ループ確定の可能残数値も確定。すごい、これですね。それいっちゃおう。やるじゃん、私やるじゃん、みこちゃん。全部見せたよ。やるじゃん。でも大変、またベルおばさんになってる、ベルババアになってる。分析フリーズ引きましたね、リコちゃん。おお、なかなか動画でも釣れないですよ、この引き。346ゲーム、ちょっと長かったですね。フリーズの確率65,536分の1ですから。持ってるね、リコちゃん。今日違いますね。違う、全部見てた。私これでマリモさんを驚かせられると思って、あっと言わせると思ってやってたのに、なんてことするんですか。主役になっちゃった。もう主役を食わないでください。また私ピエロですよ、驚されたピエロですよ。マリモさん、もう4000枚出してるじゃないですか。マリモさん、はい、もうここからはリセットして、ここから勝負しましょう。あ、なるほどね。それはできない。勝負は勝負だから。え、勝負は勝負。私マリモさんの可愛いポーズ見たいですよ。いや、これほら可愛いポーズしちゃったら負けるから、やめた方がいいよ。確かにブスですからね。分かったらないですよ。じゃあお互いちょっと頑張りましょう。頑張りましょう、マリモさん。高確率。いかにゼロを引くか。今度ベルババーでいいの。行こう、本気だぞ。ボーナー。おお、これでもボーナスですからね、ゴーちゃんは。私すごい、素晴らしい、さすがゲゴーさん。一発ね、50ゲーム負けなかったよ、全部。マリモさんに負けないよ。どこまで出るかね、やっぱ夢広がりますよね。最初90ゲーム、なおかつ芸能男性にだってもうボーナスだけで400枚出てますから。で、残りもね、平均ゲームが減ってないです。さっき前半で出した分を結構飲まれちゃってたんで、それも取り戻しつつ今日はがっつり。そうね、これだけじゃないよね、インディアン。うん、もちろん丸山さんの邪魔してきてくださいよ。80年も見つけて邪魔してきて。行こう、ノリノリやから。もう私も負けない。はい、お疲れ様でした。いや、私も出たんですけど、チャレンジャーオフサテンさんの5のつく日、かなりすごいことになってたんですよ。丸山さんとのあの結果報告の前に、店内の様子をちょっとだけ皆さんにお伝えしたいと思います。なんとチャレンジャーふさてんさん、今日朝一の時点で並びがスロットパチンコ合わせて250人以上のお客様で並んでいたんですよね。で、そんな中私金太郎を取らせていただいたんですけれども、フリーズだったりとか、あとプレミア引いたことでちょっと一撃で出ちゃったかなっていう
まあ、出てすっごい嬉しかったんですけど、ただ通常時を回せてないのでどうなのかわからないんですが、ただ天の声さんが言うにはあのモード移行とか初当たり確率がすごい良かったんじゃないっていうことで、もしかしたら一番上があったんじゃないっていう話になってます。さあ、そしてですね、朝一早い番号を取ったお客様は馬事2そして絆方面にねちょっと行かれていたんですけど、もうそこもね朝一から結構ドル箱を使っている方が多くて、あと化け物語コーナーもすごい人気で別積みしていたりと、ちょっと天の声さんは全体系なんじゃないみたいな話になっていたので、よかったら皆さんにはねこちらをチェックしていただきたいのと、チャレンジャーふっさ店さん、あのジャグラーワールドが地域最大級ということで、ジャグラーもなんと2人に1人がドル箱使っている状況だったみたいなんですよ。今もねキュンキュンになってる音がすごい、ペカってる音がすごい聞こえるんですけど、ちょっと皆さんこのジャグラーコーナーもチェックなのと、なんと全機種各機種にですね1台か2台は上2つもしくは上1つ一番上がなんかあるみたいなので、ちょっと皆さんここも要チェックです。ということでチャレンジャーふっさ店さんに皆さん5のつく日、もちろんね他の日もなんですけど遊びに来ていただければと思います。それでは本日のゲスト、まりもさんをお呼びしたいと思います。まりもさん、はい、ということでまりもさん終わりました。お疲れ様です。いやー、すげー、なんか明るいな朝よ。疲れてるはずなのに。いや、明るいですよ、こんだけ出れば。すげえいい顔してる。いい顔でしょ。いい顔してるわ。でも、マリオンさんにはね、ちょっと勝てなかったかもしれないんですけど、ちょっともう、私、流しまして、はい、あの、21投資で、はい、3249枚バック。3249枚。はい、なんでちょっと3000枚を、あの、目標にしてたので、今日私は勝利です。勝利です。どういうこと？これ何が勝利なの？自分に勝利したの？自分に勝利です。あ、そういうことか。そうです。結局取られちゃった。え、ついに来てください。何に勝ったんだろう。自分との戦いです。マリマさんどうでした？僕はもう、まあ、映ってないですけど、あの宣言をするところしかね。いやー、ひどかった。ひどかったですよ。すごかったですよね。ひどかった。ひどかった。こんなにやっていいのかっていうぐらい。いや、でも朝一マリモさんの隣の方の人とかが結構良かったじゃないですか。そう、なんかね、今日はパーですね、どれぐらいだろう、3箱4箱積んでる人が10台か12台の設置がね、はい、5人ぐらいいたかな。だから、ね、すごい盛り上がったんですよ、状況的に。ちょっと私マリモさんの方ね、あまり行かなかったんで。そう、だからなんで金太郎って言うんだろう。なんでハーデスって言ったの？センスが感じられない。今日という日にハーデスを打たないな。いや、ハーデスはしたかったんですよ。でも、マリモさんがいるからハーデスコーナーに花は一人でいいと思って、金太郎コーナーの花になろうと思って。そうだね。そうなんですよ、一人一人ね。饒舌ですね、勝つとね。スラスラ出てくるな、言葉が。スラスラね、一応長いね、口から生まれたみたいですね。で、僕はね、はい、この投資がね、先輩ぐらいだけど、目玉飛びが6000枚ぐらい、プラス5000枚ぐらい。でもあれじゃないですか、さっき線乗せたときに私そこからリセットしたくなかったそこからね、そこからでも多分勝ってるから。残念ながら、なんとかして主導権勝ちにしようと思ってる。なんとかしても俺勝っちゃってる。いや、もう勝ちにしたかったですよ。でこんだけ、はい、あんなっていうか、自分で言うのもなんだけど、すごいいい戦いができると思わなかったんで。よかったです。チェンジェルなかなかやることです。おじゃ、これあのツイッターかなんかに出ますよ、書いていてくださいね。何を？ツイッターかなんかに。あー、この番組出てますよ。いや、買っちゃったかったね、今日。頼みますよ。なんかします。次あるといいですね。ちょっと楽しみです。ちょっとまた小林真由里を押しのけて私来るんで。まあ、それはね、なんか何もしないで帰ろうとしてない。なんかそんなことないです。大丈夫です。いや、何それ。違うって、ほら。え、なんかありましたっけ？体の柔らかさを生かした、ちょっと、シーポーズでね、次もイケメン的なのを期待してると思うんだよな。俺は、俺
これ皆さんも期待してると思いますよ。本当ですか？こんななんかね、なんかこんなこんなになってね、なんだね、もうダメだ、ダメです。でもここれ、ほら下も使えることだし、ね、ちょっとうまいこと使って、うまいこと、とりあえずマイク取りますか。マイク危ない、マイクなくてもね、多分地声が。それでこのまま、また次回ちょっと失敗したらカットしてください。失敗したらカットしてください。